旧約聖書に曰く、神はモーゼに十戒を与えたもうた。だが世界各地に伝わる伝承伝説、日本の古文書の中にすら、さらなる神のメッセージを示唆する一節が存在する。人類の未来を左右するあまりにも恐るべき予言。その内容ゆえ封印を解かれることなく、いずこの地にか深い眠りについた裏の十戒、それを手にした者は全宇宙をも支配できると言われる。古来より時の権力者たちは歴史の闇に消えたその神のメッセージを血眼になって探し求める。しかしその行方は用として知れず、ただ多くの屍の山が築かれただけであった。そしてその探索は今も密かに続けられている。手がかりはただ一つ。パルンジュノ、ウェルカム、カミシロ。ダティーディエクスカベーションサイト。これは、ブリテンのストーンヘンジ、日本の縄文巨石文化以上だわ。ここならあれが隠されてるって噂も信じられる。神のメッセージ。 I wonder where everybody is. There's nobody around. 匂い、血と硝煙。ジュノ、動くな、危ない。最新型の AK-74 ゲリラね。硬いバストだと思ったぜ。レディの身だしなみよ。お借りしてもいいかな。ええ、弾倉には6発よ。あれだけの数をどうやって。あれを吹っ飛ばす。ダイナマイト。そう、あれで巨石を吹っ飛ばしゃ奴ら、きっと天使は微笑むわ。Thank you.
ギネスに乗るな。世界一高価なドミノ倒しだ。やっほー、神城。ハハハ、知っていたよ、君が天使だってこと。せっかくのところで。彼らには刺激が強すぎたみたい。ん？あ、重い。ただの石じゃない。ヘブライ語じゃないわ。ん？神代文字。このキューブを狙ったの？分からん。分かっているのは俺たちに好意を持ってないってことさ。標準は定まらん。エンジンの熱を感知するサイドワインダータイプよ。あ？あ？助かった。政府軍の戦闘機よ。なぜ政府軍が？俺たちは監視されていたのか？ゲリラと政府の陣取り合戦の真ん中に。たまたま遺跡があったのに。引っかかるな。空港へ？まだ最終便に間に合う。もうこんなとこはこりごりだ。そうね。でも神城、この国では定刻通り飛行機が飛ぶことはないのに。こんな時よくその気になるね、ジュノー・キャシディ教授。血は人を興奮させるわ。あなただって。お、モーゼ曰く、何時開演するのか。意外に律儀だな、この国のパイロット。だって、あなたが。お互い様さ。何する気？どうしても乗りたいんだろう。やったわね、神城。私たちの名前はトロイの木馬を探し当てたシュリーマンのように歴史に残るのよ。プロフェッサー神城アンドプロフェッサージュノーってね。あなたが見つけたものの本当の価値を知ったら安らかに眠れないはずよ、きっと。This is a hijack!Be quiet! I kill all of you! 起きて、神城。なんか、またゲンガが。安らかにお眠りなさい。
だから先生に言ったのよ。今時中東に行くなんてやばいって。そこに古代のロマンがある限り危険を顧みずに突き進む、俺の尊敬する上白先生らしい最後だったよ。イサオのバカ、先生は死んじゃいないわよ。俺だって生きてるって信じてよ。でもこれじゃいくらタフな先生だって生き残れっこねえだろ。先生、私本当は先生のことが。俺がどうしたって。ダメ、法蓮華経を成仏してください先生。ダメ法蓮華経、ダメ法蓮華経、ダメ。なるほどね、お前たちにしては段取りがいいや。ふうふう、だが残念ながら俺は死ななかった。本当、上白先生だ。まあそうだ。で、本当は俺のことが何だって？バカバカ、どうしてすぐに連絡してくれなかったのよ。本当、生きてるのが不思議。先生、上白先生。ミナ、ベッド。うん、どうやって帰れたのか俺もわからん。今猛烈に眠たいだけだ。目が覚めたらミーナのオムレツ食いたいな。これは、この文字は。州立大学から共同調査を依頼されてから、そう、まだ3週間と経っていない。教授という触れ込みのジュノーに迎えられ、砂漠の遺跡へ。ジュノー博士は死んだのか。誰がいる。イサオでもミーナでもない気配。誰だ。はあ、上白先生、よくご無事で。私、父の代理で駆けつけました。あ、君のような美人が忘れない主義なんだが。無理もございません。父の講義を邪魔していたのはまだよちよち歩きの頃で。君、琴教授の。はい、みやびでございます。わざわざ見舞いに。嬉しいな。実は。ん、いそ、裏から台所へ運んどいて。僕がですか。つべこべ言わない、さっさとやる。遅くなってごめんなさい。急いでオムレツ作るからね。いや俺も若かったから。召し上がってみてくださいませ。いやー、しかしありがたいな。お口に合いますか。合います、合います。先生、うん、ミナ紹介しよう。俺の恩師、琴教授の娘さんの。みやびでございます。琴教授は俺に考古学の面白さを教えてくれた大恩人だ。この研究室を開く時もそれはもう世話になってる。どうも、うちの先生が大変お世話になってるようで。堅苦しい挨拶は抜きにしてくださいませ。今日からはご同僚なのですから。同僚。ええ、妹弟子でございます。よろしく。みやびは琴教授から考古学のいろはを叩き込まれてるからな。イサオはもちろん、ミーナだって先輩面してられないぞ。よろしゅうございましたわね、優秀な弟子が見つかって。優秀だなんてお恥ずかしいわ。
行くよ。私、何かお気に障ること申しましたでしょうか。ああ気にしない。いつもあんな調子だ。この卵焼き、いい味付けだ。強風ですの。やっと動き出したな、神代。神代、お前が教授職まで棒に振って探し回ったのが、その汚い石ころってわけか。これは。ん？なんだこれは。三角、トライアングル、角度を変えてスキャンしてくれませんか。なんで三角ばかり現れるんだ。材質は何ですか。反応ではかなり硬い物質が。結晶だなこれは。クリスタルのすべての面が三角形で構成されているんだ。中から取り出せますか。え？クリスタルトライアングルですよ。光学研究室のレーザーを借用すればな。レーザー？驚いたな。全くレーザーを受け付けない。なんて材質だ。もうちょい出力を上げてみてください。よし、いいぞ。キューブを切ってみてください。ああ。これが神の残した禁断のメッセージなのか。この妙な形はどっかで見た気が。これは表面に刻まれていたものと同じ神代文字。おかしいな、ミャオの様子が。今ミャオどころじゃないでしょ。古代の謎が解けるかっちゅう時によくそんな悠長なことを。古代のメッセージを解くには古き心を知らねば。やはりあの記号はメッセージだった。二つの記号を合わせると神代文字が。神代文字？アヒル文字と言われているものとは別種の。これこそ先史時代の超文明のものと言われている神々の文字。はばかりながら世界中で読みこなせるのは神代先生だけ。さすが私の先生ですわ。それでメッセージって。これは火の山を示し、そして弓、それから祭礼を司る女性、つまり巫女。それが禁断の予言なんですか。いくら俺だってちょいちょいっと解けるかよ。メッセージというより祭礼用の呪文か何かじゃ。それもあるかな。違います。これは特定の場所と人物を指しているのです。かつてノストラダムスの書生記にも使われたように、弓は古来私たちの日本列島のこと、そして火の山は火山。巫女で火の山に関係あるといえば、九州阿蘇にあった邪馬台の巫女。卑弥呼？なぜそこに気づいた。ふとそんな気がして。所詮素人の考えですわね。そういうこと。
このメッセージは砂漠の遺跡から出てきたものよ。卑弥呼じゃね。ミーナ、すぐ明日のカフェリー。目的地は？無論九州だ。さすが一流の考古学者、上城光一郎。着実に解明していく。神城はメッセージを解明し、九州へ向かっております。やはりクリスタルは予言を解く鍵であったか。もはやこの巨大なプロジェクトを神城個人の力に頼るのは危険ではないかと。予言をつかんだ者、未来をつかむことは慎重に運ぶべき思うよ。先生の一言で総理は動きます。これをご覧ください。私の車のカメラが捉えたものです。ほう。ソビエト大使館員です。おそらく裏に KGB が、この女は CIA 生え抜きのエージェントです。ジュノー・キャシディと名乗り、上城に近づいた女です。 CIA の裏にはユダヤ勢力がいる。あるね。これくらい内閣情報局で始末せ。おそらく非一族のものかと。ご決断を。やつ、人代文字読めるだけの便利やっちゃうあるね。やつが大学時代、独力で禁断のメッセージの秘密に我々より先に近づきおった。わしは邪魔者として抹殺したつもりじゃ。しかしやつは生き延びた。チベットの修行者たちに助けられておったのじゃ。そういえば、ウパニシャッドを受けた日本人がいると風の噂に聞いたことはある。目的地は九州か。二代目、道場には来るなと言ってある。箱根のご老人からお電話です。なぜそれを早く言わん。銀次だな。は。主の命預からせてもらう。喜んで。ただのでっかい石じゃないんですか。今調べる。先生、それは何ですの。残留思念、つまり場に残ってる古代人の思いを測る、まあメーターみたいなもんかな。それは素晴らしいわ。先生、それやるから異端の考古学者なんて言われちゃうのよ。学問に異端も正当もあるか。あるのはただ真実のみだ。あの二人、意外に息合ってますよ。もう勝手にすれば。ん？反応があった。お見事ですわ。いや、念が強すぎる。噴火か。いや、臨氷投射会陳列財前、臨氷投射会陳列財前。くぅ！大丈夫か。先生、あれどうした。これは
そらくクリスタルが示したのはここだろう。卑弥呼はここで祭事を。先生、祭壇らしきものが。文字だ。エホバの神より送られし、ヤタの鏡記す破滅？人類の破滅を救うヤタの鏡をここに安置する。ヤタ、ヤタ先生、とうとう見つけたわね。誰だ？あたしよ。さすがプロフェッサー神城、あなたにクリスタルを託した甲斐があったわ。ジュノ、また会えて嬉しい。もう昔のことは忘れてしまったわ。よく考古学者が務まるんだ。あれは嘘。 KGB の襲撃からあなたを守るためのね。実は CIA なの。なんてカビの生えたジョークは言わないでくれよ。神のメッセージを我々合衆国の利益にするのが私の役割。メッセージとともにあなたを合衆国へお連れするわ。君は黙って微笑んでるだけの方が素敵だったの。天使じゃなかったの。国家のためなら魂も売る。幻滅だね。再会はいつも悲しいわ。人は思い出の中では生きられないの。モスクワ大学考古学教授グレゴリー・エフモビッチ。それは表向きの顔。 KGB の狼、ラスプーチンの子孫。コードネームはウルム。神城、貴様には常に一歩遅れを取っていたが、今度はそうはいかん。なるほどな。俺のためにゲリラを動かし、クレムリンまで動かしたってわけか。我が名を栄光の連邦考古学史に残すためだ。間抜けな異端考古学者としてか。何？見ろ、クリスタルメッセージはガセだったらしい。最初から何もなかったのか、誰かが盗んだのか。ま、今となっては謎だが。手段を選ばん。これは助けたらすぐ行く。先生！先輩、逃げるんだ。ウィエビ、お前は何者かの霊に憑依されたな。エホバより賜りし神の御言葉を記した鏡、闇に仕えし者の手に奪われてすでに千年。誰が持ち去った？
来るか。ミヤビ、しっかりしろ。よし、フレドグラス・プーチン。革命ジョールカ。人にマンバパカザチェトカルチーヌ。エータサメマミエッチ。格段アトラチューナリズム、アビルシャル・バビエドゥ、ミステテーズム。ストタコイ。秘密に触れたる者は死あるのみ。異国の患者と共にここで朽ち果てよ。 KGB と CIA の次は時代錯誤の坊さんか。危ないな。いや大丈夫、逃げ切ってみせる。車まで突っ走る。ミーナを離すな。はい。我ら司法士の結界地獄から逃げおせるつもりか。に立てつくとは愚かな。まさか。お命ちょうだい。箱根の老人から賜った妖刀を村がさ、恐ろしい奴だ。私に何が起こったんです？気にするな。おそらくクリスタルの持つ力のせいだ。怖い。ヤタの鏡もなくてどうすんの先生。メッセージ探しはここまでだ。考古学なんて一銭の銭にもならんものに命まではかけられない。じゃあこれから？ほとぼりが冷めるまで身を隠し奴らの出方を見る。何かあれば警察に飛び込むぞ。がっかりするな。この際研究所を閉じて喫茶店でも開くか。
先生、冗談きつい。俺も気がつけば中年と呼ばれる年さ、もう喧嘩できない。確かに世の中、ロマンをもてあそんで生きていけるほど甘くはない。らしくないよ、先生。なんとかして、ロマンのわからない奴らの鼻明かしてやろうよ。頭を冷やせ。先生。これは遊びじゃない。俺たちは知らない間に醜い権力争いのど真ん中に迷い込んじまったんだ。奴らにとっちゃ神のメッセージだろうが、核兵器と同じなんだ。俺はマスター、ミーナはウェイトレス。イサオは出前持ち。それもいいじゃねえか。古代ロマン喫茶、卑弥呼さ。みやびはうちに帰って見合い結婚しな。医者でもたらし込んで、可愛いややでも産んで幸せいっぱい。君ならできる。安産タイプだ。私、先生見損ないました。聞いたな。私、信念を曲げてまで生きていたくありません。私もみやびと同じ気持ちよ。先生だって本当は真実のメッセージを探したいんだよね。私たちのこと心配してるんだろう。先生、俺たちは一心同体っすよ。死ぬなんてバカだよ。古代人の気まぐれに付き合ってさ。私たちの戦う相手は警察だって当てにできないくらいの敵。でも同じ死ぬのでしたら一人ぼっちは嫌です。仲良しの皆様と一緒に死にとうございます。私、先生と死ぬもんね。俺だって。やっぱり出来の悪い弟子たちだ。まだ殺されるって決まったわけじゃない。早いとこメッセージにたどり着いてマスコミに流しゃ、 CIA だろうが KGB だろうが手は出せねえだろうが。先生。先生。よし、明日中に京都のミズリン寺に始まる。ミズリン寺？空海が開いたと言われる暗黒密教の修行寺でございますね。こっちから攻め上って奴らの鼻を明かしてやる。やはり非一族が絡んできました。非一族のこと、もっと知りたいある。と申されても、日本の裏面紙に時たま顔を出す程度で表に現れることはありませんでした。メッセージの予言を手にした者、21世紀を我が物にするかもしれん。連中京へ向かっておる。神城光一郎追い詰められてどう出るかの。ここ本当に京都なんですの？こんなところにお寺なんかあるわけ？空海が中国から暗黒密教を伝えてから1000年、密かにその教えを伝えている密林寺だ。ガイドブックに載るようなやわなところには寺は作らんよ。バカ！お控えください。なんで山ん中にやっちゃんがいるのよ。やっちゃんと申しますと？まずいよ。お控えください。早速のお控えありがとうございます。私、ゆえあってあなた様をお守りするよう申し付けられた岩上銀次と申します。せっかくだが自分の身は自分で守るさ。阿蘇山の地震、やつら僧侶どもによって起こされたとしてもでございますか？あ？他の方は自分でお守りください。こりゃすげえ。どれでもお取りください。さあ、先生もお取りになって。あんたが言った僧侶ってやつが俺の考えている敵だとしたら、こんなものは役には立たんな。俺はこれで十分だ。
空海様、奴らがこちらに向かっております。元宝らを倒した男もおります。分かっておる。どうやら卑弥呼が思わぬ力を出し、わしの名を語ったらしい。いかがいたしましょう。我が一族の、いや、この星の未来のためにも全員生きて帰すな。ほう。あなた方は。脅かしてすまない。ちょっと見学をしたいんだが。おお、せっかく来なさったのにお気の毒じゃが、当時は密教の修行寺じゃ、一般の方々の拝観はやっとりません。それは残念だな。じゃあ一つだけ見せてほしいものがある。八田の鏡っていうんだが。八田の鏡。お若いの、お寺お間違いのようじゃ。どうかな、見せてもらえないか。お帰りなさい。どうしてもダメか。くどい。陽気。つれ。先輩しっかり。ここでおじけづいたら命はございません。妖怪変化め。これを中心としか考えられるのが古い人間の悲しさよの。日の光のもとで正しいものが、もう一つの太陽のもとでも正しいとは限らぬことは知らぬ。もう一つの太陽。1600万年に一度この星を支配するネメシスの太陽のもとでは、わしら死一族が正当の警部よ。ネメシス。化け物に耳を貸すな。たばかれるぞ。我ら死一族、2600万年の昼に姿を隠し、おのれ。2600万年の世に生きてきた。しかし今こそ地上に姿を現し、ウヌラにとって変わる時が来たのだ。あ、こりゃやばいよ。さっき言ったことを忘れるな。一箇所に固まれ。同州地を防げ。奴らも人間じゃねえな。非一族。くそ。我らがネメシスの太陽の下で繁栄し、地球を支配する。我が子よ。老子。我が子よ。あなたは。お前は我らの教えの奥義、ウパニシャットを受け継ぐため、神の導きでここへたどり着いたんだ。しかし…すべては宿命。見よ。
叩きつかせ。神の帝国を打ち砕くのじゃ。新一族の御子よ、ヒロ御子よ。往生際の悪いやつ。神城さん、俺も大方の武術には手を染めたが、あんな技は見たことも聞いたこともない。まだ一人残っている。八田の鏡。ん？これは。八田の勾玉、ネメシス、災いの星、北の果て、十字架のかかる空、告げる救いの言霊。八田の鏡の次は勾玉。いよいよ分かんなくなってきたわね。空に十字架のかかるっていうと南十字星あたりって言いたいけど、北の果てだぜ。4000年前、北海道でも南十字星が見えました。へえ、尊敬。稚内に忍ぶ寺というストーンサークルがあり、近くに星が降りたというピラミッド山がある。何ですか、神城さん。ネメシスって名を奴らの口から聞いた時も驚いたが、八田の鏡にまで予言されたのにはゾッとしたよ。ネメシス、何か重要な名で。ああ、大学の沼田さんにファクシミリで送ってもらったんだが、生物は2600万年ごとに絶滅を繰り返している。最近の仮説では、何か目には見える未知の天体が2600万年ごとに地球に近づき、その影響で生物が絶滅するのではないかと言われている。その天体の名がネメシス。まさに災いの星だ。超古代の神のメッセージと最新の科学が奇妙に一致したってわけさ。ひょっとしたら俺たちはとんでもない秘密を暴こうとしてるのかもしれない。世界の権力者たちが目の色を変える秘密。そして日本の権力者もな。Thank you.
みやび。先生。先生、私にはわかります。旅はもうすぐ終わろうとしているのですね。そしてまた、私は一人になる。君は孤独を愛する少女じゃなかったのかい？昔は一人ぼっちでも寂しくなんかなかったのに、人は一人では生きていけないと教えてくださったのは先生ですわ。俺は何にも教えちゃいないよ。でも、お前が成長したのさ、少女から一人前の女に。先生、私を離さないで。俺は過去ばかりにこだわって生きていく男だ。ヤビ、君にはもっとふさわしい男がいるさ。いや、私を孤独から救ってくださるのは先生だけ。お願い、この手を離したらまた一人ぼっちの世界に引き戻されてしまう。あれ先輩、先生と宮部さんと一緒じゃなかったんですか？知らないよ。おかしいっすね。伊佐尾、そっち行っちゃいけないよ。でも。いいから部屋へ帰るんだよ。Something is moving up rapidly from the bottom of the sea. It's heading for the ferry boat. Uruk! Oh, stop it! We've got the defender boat by all means! Ushiro to Taranit! Leaders of Rugi Kamishiro Yanikaku Nimag! Stupid!Enjoy your last visit.The target is moving to the north, across Hokkaido. I approve to deploy the Pacific Fleet in Mozebra. This is an emergency. We have all Hokkaido, Japan, immediately.Ракети в этом острове на Хоккайдо. Подготовьте к военным действиям для того, чтобы прикрывать авиационный отряд из Метрополии. Сюда, 世界各国から北海道へ向けて凄まじい数の戦力が移動中です。メッセージ横取り、浅ましいことある。先生。わしが飛ぶ。先生、上城光一郎、来なさい。聞いたことあるぜ。日本を裏から動かす妖怪がいるってことはな。上城さん、言葉を選んで。確かに、わしの一言で総理の首も飛ぶ。
その妖怪閣下が私などに何の用がございますんで。お前が CIA のモーゼプランに利用され始めてからずっと注目しておった。よくぞここまで一人で。お主こそわしが探し求めていた男。あ、今からは日本国が君の後ろ盾になる。君の力を貸してくれたまえ。断る。一人でどう戦う。いや、一人じゃない。これは俺と素晴らしい仲間たちの誇りをかけた戦いなんだ。所詮は鬼才か。俺たちのロマンだ。国家なんて関係ない。嘆かわしい。吉岡、銀次、捕らえろ。先生に逆らっても無駄だ。そうかな。銀次、貴様正気か。正気だからこそ真っ当な判断がつくんです。今度ばかりは先生に分がござんせん。しかし、銀次。これで義理返させていただきます。先生、そろそろ忍ぶ実績だよ。さあ、どうする。神様よ、あんたの仕組んだゲームは全てクリアしたぜ。まだ何か不満かい。俺たちを信じてもらえないのか。運の強い女め。さすがラスプーチンの子孫ね。これじゃ信じられないよな。神のメッセージにたどり着いたところで人間がこんなことしてちゃ、果たして神様はどう思うか。ついに爺さんの見たがっていた奇跡を俺が見る。
重力に変化。神のメッセージへの入り口ということか。俺が開ける。おのれ。やめろ、うるさい。俺には俺のやり方がある。神代文字。何？ヤタノマガタマ。それでも神城のライバル？うるさい！ヤタノマガタマより神の言霊を授からんとする者は命をかけ雨の浮き舟に入るべし。お前。つまり巫女の命と引き換えにメッセージは与えられるということです。命と引き換え？どうやら適任者は俺しかいないようだ。先生。だがお二人さんには約束してほしい。メッセージをいずれかの陣営が独占しようとしたら地球は破滅だ。よかろう。考古学者の名誉にかけ真実のみを伝えよう。わかったわ。とりあえず信じるしかないな。みやび、これで。は？みやび、何が？神よ、私こそ巫女。みやび、みやび、みやび！してる時間はない。
てこった。二人で自ら奇跡を。俺たちには神のメッセージを受ける資格がねえのか。ワイヤーを伝って地上へ。ウルガ、考えてみれば最初から勝負はついていたのさ。純粋に知的な好奇心で目的を追い続けるお前と、国家や民族のしがらみにがんじがらみになった俺とじゃ立場が違いすぎる。俺の負けは考古学者としての力の差じゃねってことを覚えておけ。俺も同じ意見さ。先に行け。俺はミヤビを見捨ててはいけん。私じゃ天使の微笑みとはいかないけど。君はいつでも天使だったよ。さあ早く。カムシロさん、ミヤビ、
地を我に気を与えたまえ。空海勝ったのは我らが非一族。何、雅の正体を見抜けなんだのがうぬらの不覚。日の山の巫女は我らに敗れて非一族の巫女卑弥呼となった。雅が貴様らのような化け物の仲間であるはずがない。うぬは雅の本性を知らん。卑弥呼は1000年の間自らの体を分かち若返り命を保ってきたのじゃ。この手を離したらまた一人ぼっちの世界に引き戻されてしまう。1999年、ネメシスは地球に至る。我ら非一族はネメシスと同じ邪悪な気を体の中に取り込むことで生き延びる。邪の太陽の下で地球を貴様たちだけのものにするつもりか。ほざけ、滅びゆくしよう。神のメッセージが俺たちを救う。もう遅い。卑弥呼はその命と共に神の言霊を封印するが役目。俺は雅を信じる。臨氷等社会陳列財前オウムサンマヤサトバンオウムパザラマリヤタラタオウムサンマヤサトバンオウムパザラマリヤタラタ我人中の獅子王。貴様ら自分の手で自分の首を絞めてるってことが分からないのか。
雨の浮き船は神の英知を詰め込んだタイムカプセルなんだ。一度失ってしまったら二度と手に入れることはできない宝なんだぞ。ミヤビ、結局俺には何もできなかった。何かが触れた。優しく温かい何かが。この星にはネメシスを打ち砕いてもあまりある力が蓄えられている。神が核の力を与えたもたのは決して自らを傷つけるためではない。この星の人々が力を合わせ眠れる力をネメシスに向けるなら滅亡は避けられ人類の未来は栄光に輝くであろう。あれは巨大爆撃機ブラックジャック。相手に浮き船を渡すくらいなら破壊してしまう方がいいとクレムリンが判断したのね。アメリカだけじゃないよね。いろいろな国の思惑が絡んで。君の声が聞こえない。神城、神は死んだ。でもその言霊は伝えられたはず。神城、答えて、どこにいるの。私を一人にしないで。確かに君の心に触れた。温かい。これが神城の心なのですね。雅の心が、いや、雅が俺の中に流れ込む。定めを超え、私は神城と一つになれたのですね。そうだ。嬉しい。もう私は一人ではないのですね。俺たちの魂は一つに重なり、永遠にこの星の上に。
神城、神のメッセージを受け取ることができたのね。ああ、ごめんなさい。これが私の任務。すべてを闇に葬りたければ撃つがいい。ただし人類の滅亡を救うただ一つの道を断つことになるがな。神のメッセージは今は言えん。いや、君たちに言ったとしても何の役にも立たんだろう。さすが。えい、ごめんなすって。神のメッセージを受け取った者はみんな苦しみに満ちた一生を送っている。モーゼもキリストも。神城、あなたも重い十字架を背負ったのね。では次のニュースです。北海道篠富士で起こった山火事の原因はセスナ機の墜落事故によるものと判明しました。このセスナ機はストームサーフィンの航空写真